天正6年、越後の龍、上杉謙信が急死しました。謙信は後継者を決めていなかったため、二人の養子が後継者に名乗りを上げました。一人は長尾正景の息子、上杉景勝。もう一人は北条氏康の息子、上杉景虎です。古くから謙信に仕える家臣や越後の有力者の多くは景勝を支持し、北条家をはじめ周辺勢力の多くは景虎を支持しました。御館は景虎が拠点とした館で、二重の堀に囲まれた大規模なものでした。発掘調査で銃弾が見つかっていることから、ここで激しい戦闘があったと考えられます。謙信の死から丸1年、御館はついに陥落し、景虎はわずかな手勢とともに鮫ヶ尾城へ逃げました。鮫ヶ尾城には今も廓や堀切りが残されています。発掘調査の結果、焼けた陶磁器、焼けたおにぎりなどが見つかり、城が炎上したことが明らかになりました。御館の陥落から1週間後、鮫ヶ尾城も陥落し、景虎は自刃しました。御館の乱と呼ばれる上杉家の内乱は景勝の勝利で幕を閉じました。北条、武田、芦名、伊達といった周辺大名を巻き込んだ御館の乱は、その後の情勢に大きな影響を与えることになったのです。
影虎の墓所がどこにあるのか、今もわかっていませんが、サメガオ城のふもと、正福寺に、影虎の慰霊碑が建てられています。毎年4月29日に行われる法要には、全国各地の影虎ファンが参列しています。非業の死を遂げた上杉景虎は、彼を慕う人々の心に生き続けているのです。